ちは、ゆうです。夏終わりましたね。When we wake、 やっと秋がやってきました。バイクにとって嬉しい季節、そして私たちにとってもね、すごく乗りやすい季節になったんじゃないかなと思います。で、そんな中で、前回は夏服のご紹介したんですけども、今回は冬物、ね、秋冬物のコートを紹介したいと思います。なんかね、感動しちゃったの。私はね、この感動をみんなに伝えたい。はい、では早速ご紹介したいのがこちらの GW マーベリックというブランドになります。これまずダッフルコートなんですけども、こんなおしゃれなバイクウェア見たことなかったんで、私ちょっと感動しちゃってまして、これ一見普通のダッフルコートに見えるんですけども、実は足元が、もうちょっと見てください。ここにボタンがついてるんですけども、たくさんボタンがついてるのなんでだろうって思ったら、こっち側にもボタンがついていて、ここのボタンを閉めることによってこうズボンみたいなシルエットになってバイクにまたがれちゃうっていう優れものなんですよね。まあバイクに乗るときに長いコートっていうのはなかなか選択肢ないと思うんですけど、私のセブハンでね、結構しんどいバイクでも全然大丈夫そうな、そんな工夫がなされております。びっくり、ちょっと雨降ってきたなっていう感じでも全然大丈夫な防水、ウール調の防水になっているんですよ。どうですか、この撥水すごいですよね。これなら急な雨でも大丈夫そうですし、なんならカッパ代わりに着れそうです。もちろん普段着の私服やスーツの上から羽織っても違和感なく着こなしそうです。ね、これでさ、街に出かけたらさ、絶対バイク乗りだと思わないでしょ。そしてこんな大きいフードがついてるんですが、フードのバタつきを抑える、のがついてるはずなんですけど、あれどこだ、あ、これだ。内側にこういったものがついてるんですけども、こうやって後ろの輪っかに入れてここに留めるだけで、これなら大丈夫そうですよね。ポケットなんですけども、内側に一つこのぐらいので、外側が結構大きなポケットついてますね。ここがボタンで、結構大きい iPhone2、3台入りそうな大きさ。反対側も同じ大きさのポケットがついていて、これだったらこれ1枚羽織れば必要なものポケットの中に入れてバイク乗ることができそうですね。後ろのシルエットも美しいんですよ。なんかね、スーツと合わせても絶対かっこいいんじゃないかなって思います。実はこのメーカーさんのデザイナーさんが SR 乗りなんだって。しかも女性ライダーさんだそうです。もうおしゃれなんだよ、きっと。まだお会いしたことないけど、すごいおしゃれな方だからこういうことが思いつくんでしょうね。やはりみんな普段の服装のような格好でバイクに乗りたいんですよね。続きまして2着目はこちらのジャケットです。チェックが可愛い。このチェック柄の、ジャケット、なんとリサイクルでできているという、今流行りのサスティナブルですよ。再生可能なもので作るという環境に優しい素材でできております。袖を通してみるとすごいね、軽いんですよ。ジャケットなんですけど疲れない、この軽さと暖かさ。このリサイクルウール、ケシツというブランドを製作しているこちらの工場に私見学に実は行ってきました。愛知県の一宮市にあるんですけども、こちらでは50年以上も前から資源を無駄にしない製法が受け継がれているんです。ざっくり説明しますと、いらなくなったこのようなウールは同じ色ごとにまず分別され、シュレッダーみたいなものにかけて一度バラバラにされます。これをまたガーッと溶きほぐして繊維に戻していく作業をするんです。染料を使わずに昔ながらの織り機でゆっくりゆっくり作り出される生地、今の大量生産の、織り機にはない、繊細でかつ丈夫な糸が出来上がるそうです。普通こういうおしゃれなジャケットってボタンでこう留めるだけだと思うんですけど、やっぱりこれバイク用に作られてますので、ここに
ックがついてますので、こうおしゃれでボタンがついてるっていう、これは飾りボタンですね。これならバイクでも大丈夫そうです。割と深いので携帯なんかは普通に入っちゃいますね。チェックで同化されてましたが、ここにもあります。なんかちょっとした時に便利なんですよね。入場券引いて入れたりとか。後ろはこんな感じです。ウエストのところにあのサイズ調整用のボタンがついてますね。これでまあちょっとした感じなんですけど大幅には変わりませんが、これで、多少このウエスト部分を絞ったりすることができます。腕も見て、こんなボタンが3つついてる。なんかイギリスっぽい、英国紳士な感じ。カフェレーサー、クラシックだね。裏地もしっかり入っているので防風仕様になっておりますね。このゆとりがこの冬物のジャケットとしてはいいと思ってます。中に結構セーターとかねこう着込んだりするじゃないですか。あんまりきついとね苦しいんですよね、ライディングの姿勢が。ちょっとだから冬物は、まあ、バタつくってほどまでは大きくはなくても少し余裕があった方が運転しやすい、これ一番上まで行くとまたそれはそれで可愛い。なんかちょっと襟が出るね。こんな感じで可愛い。はい、というわけで、まあ、ざっくり詳細を見せていきましたので、じゃあ実際にね、私の SR とこの2つのウェアを合わせてちょっと走りに行っていきたいと思います。Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you. 今中目黒にあるロジュっていうカフェにやってきました。こんな感じでカフェスペース、違う、テラススペースが結構広くて、バイクもあそこになんか止めて OK だったので、ぜひ皆さんも使ってください。ぜひ皆さんもじゃあちょっとカフェラテ買ってきます。Another time, another place, I just know、it could have been you. What a crime and what a shame to let go、sometimes I just don't know what to doShould have been you. Had a few kids, bought a new